そういうことだったのかい。いいか、よく聞け。頭で考えんじゃねえ、心で感じるんだよ。スタンはアリーザのことが好きなんだろ、愛おしいんだろ。まあ何を照れてんだよバカ。愛してるってんなら誰もそれを笑うことはできねえんだ。二人の世界に恥もクソもねえよ。ガッと駆け寄ってガーッとアリーザを強く抱きしめてやりゃいい。たったそれだけ残った。そんなことしたら俺アリーザに蹴り殺されちまうって。やってみたのか。ああ、いや、自分自身でできない理由を作ってんじゃねえよ。それはな、お前の甘さであり逃げだ。振られたくないよ、嫌われたくないよとか思ってたら何にも変わらないぞ。踏み出すんだ、次の一歩掴み取るんだ、彼女の愛を。踏み出し掴み取るか。だぜ。何事も行動しないままじゃ何もかんも次々と逃していっちまうだけさ、世の中は。私はあのお人のお心を射抜きたいのよ。そのためならどのような困難が立ちはだかろうとも乗り越えてみせるわ。そうさ、旅のお嬢さんだって一歩を踏み出そうとしてるじゃないか。なのに俺はうじうじ悩んで。なあ、うん、今からだって遅くないよな。いい顔するじゃねえか。なんだ、蹴ったギアが珍しいか。ああ、初めて見たよ。あんたのなのか。いや、そそっかしいお嬢さんの忘れ物さ。俺はあいつを元の持ち主に返すためにこの島に来たんだ。え？ん？まさかこの人がお嬢さんの思い人？なんか思ってたのと違う。どうかしたか？ああ、いや、ちょっと聞きたいことが。なんだ？数日前、黒髪のお嬢さんから愛の歌が書かれたリボンを、鐘が鳴り、胸が躍るる。どうしてそのことを？ちょっと落ち着けってば。これじゃ話したくても話せないって。ああ、悪い悪い、ちょいと興奮しちまってな。で、その愛の歌のこと誰から聞いたんだ。お嬢さん本人に決まってるだろ。本当か。
ああ、お嬢さんもあんたとの再会を心待ちにしてるんだぜ。そうか。ここまで来た甲斐があったってもんだ。さあすぐにでも。やあ、ワーヒド。その顔を見る限り商売はうまくいっているようですな。まあもちろんだとも。我が商団アハバカの名がバルツ中に広まるのももう一息かな。わっはっはっは。近々商談総出で行商に出ることにした。護衛を頼むよ。それでは我が寺院の精鋭を募っておくとしますかな。へえ、あれがこの島の商談アハバカか。かなりの大所帯じゃねえか。そうたちもよ、どんだけの人数で護衛すんだろうな。確かお嬢さん言ってたよな、商団アハバカの首領が父親だって。ってことはあの人が。君たち、少々お尋ねするが、そのケッタギアはタビーナのものではないかな。タビーナ。ああ、お嬢様の次女から用事を頼まれまして、それでちょっとお借りしてて。はい。あは？次女から。すると君は何者だね。便利屋的な旅の貴公子でして、ちょっとした用事を。はい。次女が君に頼み事をね。はい、用事も済みましたし、今からこのケッタギアはお返しに上がるところですので。はい。ほら急ぐよ、言われてたろ、行くぞ。え、でもよ。いいからいいから、それじゃ俺たちはこれで。おい、後をつけろ。へへ、かしこまりやした。危なかった。なあ、なんであんな嘘をついたんだ。さっき自分でこれはお嬢様のもんって言ってただろうが。さっきの人タビーナって言ったろ。それがお嬢さんの名前で、あの人はおそらくお嬢さんの父親だ。おいおい、そういうことは先に言えよ。挨拶し損ねたじゃねえか。
ちょっと待ってって、お嬢さんに言われたんだよ、今回のこと絶対に父親に知られたくないって。なんでだ。いやほらあるだろ、娘を溺愛するあまりに近づく男を敵視するってやつ。お嬢さん心配してんだよ、もし二人で一緒にいるところを見られたりでもしたらパパが何しでかすかわからないって。おいおい脅かすなよ。とにかくさ、俺もそう頼まれたもんだから、しぶしぶ嘘をついたってわけ。おーい、かわいい子猫ちゃんや、どこまで狩りに出たんだ。ってことは、あれはお父さんの声だったか。とにかくほら、鬼の犬間になんとやらだ、今のうちにお屋敷に行こうぜ。なあ、案内してもらえるのはありがたいけどよ、アリーザの方はどうすんだよ。大丈夫、すぐに両前から戻ってくるとは思えないし、それに居場所は分かってるからな。アリーザのところに向かうのはあんたたちの幸せを見届けてからだ。ひょひょ、うわあ、お化け。うむ、いかにもわしはおば、いや幽霊じゃ。同じです。あんた、私たちのことをずっと監視してたみたいだけど、なんか用でもあんの？こりゃこりゃ、元気な娘っ子じゃのう。ぬぬ、その構えは。娘っ子、その武術、タール寺院で習ったのか？え、違うけど。これは延命流って言って、あたしが小さい頃に習った武術で。ほい、延命流とな。これまたなんとも洒落た名じゃ。わしが昇華させた武術にもこう、かっちょいい名をつけねばならんの。何がよいか、うむむむ。あの幽霊じじい、何をブツブツ言ってんだ？娘っ子よ、ちょいとその延命流とやら試させてもらうぞい。試すって、手合わせでもするつもり？でも幽霊がどうやって。ひょひょひょ、安心せえ、
伊達に長年幽霊をしとらんわい。団長、ここは私に任せてもらえる？ありがとう。かなりの使い手みたいだけど、負けはしない。命までは取らんから安心せ。ひゃひゃひゃ。いくよ。延命流奥義、極炎攻却。おひょ、こりゃ想像以上じゃが、雑念だらけで集中力が散漫じゃの。たける炎も無の中にあっては消えうせる。ゆえに竹木を制するは無我の境地よ。しかし強いな。思いっきり手加減されてこれじゃあね。真義体、真の鍛錬はまだまだじゃが、義体はよう鍛えておるの。それ褒めてんの？ねえ、今の武術は何？名もなき武術とも型が違うように感じたけど。わしの武術も娘っ子の延命流と同様、名もなき武術を極め、そして消化させたものじゃ。幽霊さん、一体どうすれば武術を極められる、そして消化させられるの？ふむ、まずはお前さんに足らん真の鍛錬をすることかの。揺らがぬ強き思いを鍛えよ。砂塵嵐吹き荒れる中、惑わず進むべき道を見出す。それもまた無我の境地。しかしなんだか惜しいの。いやー、惜しい惜しい。今のままではお遊戯じゃ。なあ幽霊じじい、一体何者だよ。いきなり出てきたと思えば偉そうに説教始めてよ。ひょ、確かにそうじゃな。わしの名はファシャル。かつてはタロ寺院の修行僧じゃった。仙人とでも呼んどくれ。まあいろいろあって今は幽霊となってしもうたが、ひょひょひょ、よろしく頼むぞい。なんだか陽気な方ですね。怖くない気がしてきました。フェリだって幽霊だしな。幽霊っつってもいろいろいるんだろう。だって怖いとみんなが寄りつかんじゃろ。それだと寂しくての。うん、どうした娘っ子よ、急に黙りおって。あ、もしかして悔しいのかの。そりゃ悔しいよ。でも私は仙人に感謝してるんだ。
私はまだまだ強くなれるって教えてもらえたから。まっすぐないい目をしておるの。真の伸びしろも十分と見た。娘よ、わしのもとで修行してみるか。ともすれば無我の境地に触れることもできるかもしれんて。ひょっひょっひょ。ねえ団長、私さ、ここに残ってもいいかな。仙人のもとで修行すればまだまだ強くなれるってそう思ったんだ。だから、そうですね、このままやられて帰るなんてアリーザさんらしくないですもんね。もっともっと強くなってよ、気空団に戻ってくりゃいいじゃねえか。オイラたち待ってるぜ。団長、みんなありがとう。仙人、私を弟子にしてください。今の間は何だったんだよ。ひょひょひょ、なんとなくノリじゃ。仙人、よろしくお願いします。団長、私絶対に強くなってみせるからな。ついに夢にまで見たお嬢さんとの再会か。くぅ、たまんねえな。あーてば、静かにしろって。おいおい、この溢れ出る喜びを止めることなんて恩人のお前にだってできやしねえよ。お嬢さんは今体調を崩してるんだ、だから静かに。お嬢さん、ああお嬢さん、こうしてぬくもりを感じ合った今でもこれが夢なんじゃねえかと思っちまう。私もよ、はあ、このたくましい胸に飛び込むことを何の夢見たことか。お嬢様なんか本当によかった。女神の柔肌のようなそよ風が俺の頬を撫でたのさ。
そして彼女を一目見たその瞬間、俺の鼓動は高まり、世界がバラ色に輝いたんだ。え、何？何なんだよこれは。そこにいるのは誰？これは困ったことになったわ。今の男は？アハバカの者よ。おそらく私とあなたのことをパパに報告しに行ったんだわ。パパがここにやってくるのは時間の問題だわ。さあ早くお逃げになって。パパか。な、タビーナの親父さんってのはどんな人なんだ？そうね、ちょっと自分勝手なところがあるっていうか、愛してくれてるってのはわかるの。でもね、私のことをお人形みたいに扱うのよ。私が言うことを聞かないとすぐに怒るし、もういっそのこと家出でもしたい気分。私とじゃなく本物のお人形と二人で寂しく暮らせばいいんだわ。おい、めったなこと言うもんじゃねえよ。冗談よ冗談。本気じゃないの、ごめんなさい。あ、いや、俺の方こそ声を荒げちまってすまれ。ただ親父さんが気の毒に。なんでもねえ、ごめんなお嬢さん。ねえ、もしかしてアーテファはお父様と何かあったの？聞いて楽しい話じゃねえさ。俺の辛さを押し付けるだけだ。私なら大丈夫。私知りたいのよ、私が愛する人のことを全部。実はよ、俺の親父は俺が小さい頃に死んじまった。だからほとんど親父のことは覚えてねえ。かすかに覚えてんのは肩から切られたでっけえ傷跡と
憎しみを灯した瞳、そんだけだ。切られた傷跡が。ああ、親父は昔賊に襲われたらしい。そん時の傷が元で体を壊してな、ずっと病と戦ってたんだ。お袋はそんな親父の世話に明け暮れてたよ。今思えば薬代もバカになんなかったんだろうな。日に日に痩せ細っていくお袋を見かねたのか、親父はある日忽然と俺たちの前から姿を消した。いや、死期を悟ってのことかもしれねえ。親父が家を出てすぐ隣島の奴らから知らせがあったよ。親父が空の底に飛び込んだってな。そんな俺のために泣いてくれんのか。ありがとうよタビーナ。それで今お母様は？お袋の方はつい最近の話だ。苦労かけっぱなしだったが、できる限り親孝行してきたつもりだぜ。なんて顔をしてるんだい。いつもみたいに陽気に笑っておくれ。こんな時に笑ってられっかよ。それでも笑って見送っておくれ。あんたの首にあるお日様のようにポッカポカの笑顔を見せておくれよ。さあ、アーテファ。いい笑顔だね。ありがとうよ。いいかい、アーテファ。これから先何があろうとも人を憎んじゃいけないよ。人を愛するんだよ。人を愛してこそ。お袋。え、おい、お袋、ちょっと待ってくれよ。なあ、目開けてくれよ、お袋。ただ一つすっきりしねえのは、なぜ親父が賊に襲われたのか、その理由が知りたかったんだけどよ。お袋、最後の最後まで教えてくんなかったな。もし、もしもよ、その賊を見つけたらどうするつもり？殺すだろうな。らしくねえな。ま、恨み事の一つもぶつけるだろうけどさ。そうだよな、らしくないよ。お袋が苦労したのも、親父が病に伏せっていたのも、全部賊のせいだ。そう思うとな。けどま、そもそも賊が見つかるとも思えねえしよ。土台無理な話さ。それに俺はもう決めたんだ。お袋の言う通り、人を愛す、タビーナとの愛に生きるってよ。
テファ、私もあなたとの愛に行きたいわ。さて、タビーナの親父さん、いやお父さんを待つか。でもね、アーテファ、パパは本当に怖い人よ。これまで私に言い寄ってきた男性はみんなアハバカの者たちに半殺しになるまで。言ったろ、タビーナとの愛に生きるってよ。それに父親が娘のことを心配するのは当たり前のことだ。でも俺はこの愛を貫きたい。だから姿勢を持って向き合う。そうすりゃ必ず思いは届くだろ。アーテファこいつは筋を通さなきゃ気が済まないタイプだからな。お嬢さん、分かってやってくれよ。さーて、鬼が出るか蛇が出るかってか。勇ましいお方。やはり嘘であったか。私の留守中にタビーナにちょっかいを出すとは。許さぬぞ。四つ咲きにしてやろうか。ワーヒドゥ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 。進め。嘘つきは泥棒の始まりだと教わらなかったのか。パパ、これには事情があるのよ。タビーナは黙っていなさい。私はそこの男どもと話をしとるんだからな。先ほどはすみませんでした。嘘なんかついて。お父さんのお怒りはごもっともですが。貴様にお父さんと呼ばれる筋合いはないわ。怒り湧き立つこの思いをどうぶつけようか。できれば穏やかに話し合いたいんですが。お嬢様に手を出すた身の程知らずな野郎だぜ。
へっへ、覚悟はいいかい？話し合いって雰囲気でもないよな。アーテファ、この状況どう収める？流血沙汰にはしたくない。当たり前だ。相手はお嬢さんの身内だしよ。はあ、退路もなけりゃ隙もねえってか。となりゃ、皆さんほど立派じゃねえが、俺も行商をやってましてね。同業者同士、穏便に話し合いませんか？ねえ、ほら、ひとまず刃物はしまって。盗賊じゃあるまいし。ねえ、盗賊だと？あ、いや、言葉が過ぎました。とにかくここは穏便に。貴様、言うにこと書いてわしを賊呼ばわりとは。誰に物を言っておるのだ！すまん。俺があの場で嘘ついたのが悪い。やるしかないのか。こやつの喉をかき切り、黙らせろ！おら！こっちも腕に覚えがないわけじゃない。だから穏便に行きてえのさ。タビーナ、青春にとって乗り越えるべき障害はつきものらしい。だがどんな障害だろうと、俺は乗り越えてみせるさ。ここの窓から逃げるぞ。ああ、お前たち何をしている。奴らを逃がすな。いや、あんな急に怒り出すとは思わなかったぜ。盗賊の一言で危うく殺し合いだったな。ま、これで戦わずに済んだんだ。よしとしなきゃな。ああ。あそこだ！てめえ！待て！待てと言われて待つバカがいるかい？なあ、スタン。そりゃそうだ。この音、近づいてくるのはケッタギアか。このままじゃ追いつかれるぞ。いや、この音は味方だ。は？
これはお嬢さんのか？どうやらこいつも俺たちの恋を応援してくれてるらしい。ほらスタン、飲んな。見つけたぞ、このガキども。引き裂け。しっかり捕まってな。この名物は一体どんなものなんだろうな。くんくん、ほのかに香辛料の香りもしてきますね。食欲をそそるじゃねえか。こりゃ、ケタギアの。あ、見てください。アーテファさんと、あれ？スタン？どうしてスタンが一緒にいるんだ？危ねえ。そんな危険な運転すんじゃねえよ。へい、怪我をしたくなけりゃ止まれってんだよ。さおれ。おい、ほらよ、この野郎。危ねえって言ってんだろうが。おい、前見ろって。あ、ご通行の皆さん、どいた。どうしましょう。このままじゃ怪我人が出ちゃうかもしれません。とにかくみんなを避難させようぜ。アーテファさん、スタンさん、大丈夫ですか？大丈夫。やっぱりケッタギアの運転は難しいもんだな。
面倒かけやがって。ちょっと待ってくれよ、二人が何をしたんだ。部外者は黙ってな。あいつらの仲間が、ならついでに懲らしめてやるか。行くぞこれ。これが貴様の運命だ。思い知れ。遊びはここまでだ。紫髄章の道。エムブラスの剣を食らえ。清き豪華に巻かれよ。一切合切を怪人と貴さん。運命の鎖を手繰り寄せ、この燃えよ。命燃やす覚悟。大事ないか。いやはや見事な剣さばき、惚れ惚れするよ。しかし私も引き下がるわけにはいかなくてね。大切な娘をたぶらかした男を見逃しはできんのだ、父親としてな。さあ引き渡してもらおうか。ほう、これだけの人数を前にして一歩も引かないとは何たる胆力。気に入った。どうかね、私の商談に入らないか。君ならすぐにでも大金を稼げるぞ。そりゃそうだぜ、仲間を傷つけるような奴らのところに誰が行くかってんだ。ならばこちらも容赦はしない。たくも。団長、悪いがあの人とは戦いたくねえんだ。わけは後で説明するからよ。今は一旦ここから逃げねえか。
オイラもそう思うぜ。あいつらの目を見てみろよ。血走ってておかねえ。その首筋の痣は？あ？それは入れ墨か？それとも？あ、これですか。うちの家系の男にはなぜかこの太陽みてえな痣があるようで。おっ！カオリの息子か。え？ええ、親父のこと知ってるんですか？カオリの息子。今カオイはどこにいる？え？どこにいるのかと聞いているんだ！親父とワーヒルさんの間に一体何があったんだ？親父は俺が幼い頃に死にました。死んだ？病に伏せっていた親父はとある島で、その俺が親父について覚えてるのは、近寄りがたいほど憎しみを灯した瞳と、肩からバッサリと袈裟掛けに切られた傷跡だけ。それ以外は全然記憶になくて、ご期待に添えず申し訳ありません。ならば母親は？お袋もつい先日病気で。そうか。つまりはこの世に残されたのはお前ただ一人というわけか。そうか、死んだか。両親を亡くしたアーテファさんのことを笑うなんて。親が死んだことを笑われて黙ってるほど俺はお人よしじゃありませんよ。何も知らないのか。ああ、何も知らないのかと聞いているんだ。そうか、ならば教えてやろう。
両家の因縁について知れば貴様もタビリナとの愛を貫こうなどとは思わんだろうからな。